皆さんこんにちは、宮地です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。さて2023年が始まりましたが、皆さん今年の目標はありますでしょうか？いろいろなことに挑戦をしたり、新しい趣味を作ったり、何か新しいことを始めたいと思っている方多いかなと思います。そんなあなたに僕からこの YouTube をお勧めします。僕自身もコロナであまり外出ができずに家で何かやりたいなと思って始めたこの YouTube、 皆さんの支えのおかげもあり、気がついたら1年半ほど続けて今に至りました。動画を撮ったり編集したりって結構楽しいんですよね。そしてこの YouTube チャンネル、実は基本 iPhone で撮影、編集、投稿といった運用をしていました。今でこそ撮影はカメラになりましたが、その他は基本 iPhone をメインで使って運営をしています。そこで今回は僕宮地のチャンネルが iPhone だけでどんな感じで運営されているのか、各ステップに沿ってご紹介をしていきたいなと思います。意外と iPhone だけで結構できるんだな、自分もやってみようかなと思っていただければ嬉しいです。また YouTube をやりたいと思っていなくても、結婚式の動画を作ったり、ちょっとしたホームビデオを作ってみたいと思っている方もぜひ見てみてください。動画編集って結構面白いので、新しい趣味になったりもするかと思います。またこのチャンネルでは普段 iPhone を使った便利な設定や裏技などを紹介しています。これらの設定も iPhone だけで YouTube をやっていく上でかなり役立っていますので、気になる方はぜひ見てみてください。それでは早速いってみましょう。はい、では早速やっていきたいと思います。今回は4つの構成で紹介をしていこうと思います。1つ目が撮影について、2つ目が編集について、3つ目がサムネイルの作成について、4つ目が YouTube へのアップロードです。では早速1つ目の撮影についてです。基本的に撮影に必要なのはこちらの iPhone と、あとは三脚ですね、またはジンバルといった iPhone 用のスタンドになります。この2つがあれば基本的には撮影することができます。追加でマイクなんかもあると音質が格段に良くなるのでおすすめですが、最初はなくても全然いいかなと思います。僕も最初はこちら iPhone に内蔵されているマイクで始めました。三脚については、何を撮影するか、どんな場所で撮影するかによって決めていく必要があるかと思います。例えば僕みたいにこんな感じで机の上を俯瞰して何かの商品を紹介したり、料理の様子を見せたりしたいなんて場合は、少し背の高い三脚が必要になると思いますし、カメラを固定して自撮りをしたいという方は机の上に置けるようなコンパクトな三脚がいいかなと思います。こちらは机の上に置いて撮る時用のコンパクトなものですね。このあたりは Amazon で iPhone 三脚とかで検索をしていくと結構な種類の三脚がありますので、自分が撮りたいものに合ったものを選んでみてください。最初は 3,4,000 くらいで買えるものでいいかと思います。また三脚なしでも本とかを積んで iPhone を立てかけるなんて方法もありますが、いい感じの価格にできないことがほとんどです。なので最低限三脚だけは買うことをお勧めします。ちなみに僕が使っているのは、今こちらで見せていましたコンパクトな三脚と、あとは今こちらの動画を撮っているちょっと大きめの三脚になりますね。どちらも 2,000 円台くらいでかなり安価なやつになります。概要欄とコメント欄に載せておきますので、よければそちらチェックをしてみてください。あとはマイクについてですが、僕は YouTube を開始して数ヶ月で10本ぐらい動画を出したところで、 Amazon で 3,000 円くらいの安いマイクを買いました。やっぱり iPhone の内蔵マイクよりもかなり音質は良くなるので、慣れてきたらマイクの採用も検討してみてください。今はゼンハイザーというメーカーの少しいいやつを使っていますが、最初はこんな感じの小さい安いマイクを使っていました。一応参考にこちらも概要欄に Amazon リンクを載せておきます。そしてマイクを導入する場合は2つ注意点があります。まず1つ目に、マイクを iPhone に接続する場合はイヤホンジャックの端子とライトニングの変換ケーブル、こういった形のものも必要になるという点です。こちらは僕が使用しているもので概要欄に載せておくので、マイクを導入する際は一緒に検討してみてください。次に2つ目ですが、2つ目はマイク固定用の溝が iPhone の固定をするところについている必要があるという点です。大抵のマイクは普通一眼レフに固定できるようになっていて、こんな感じでここを一眼レフに固定できるような機構がついてるんですね。なので iPhone を固定するスタンドにもこちらがはまるような構造がないといけません。こういった三脚のこちらにこうマイクを固定していくわけですが、こちらに溝がないとこのマイクを固定できないので、マイクを導入したいという方は溝付きのものを選ぶ必要があります。あとは三脚にセットをして iPhone の純正カメラアプリで動画を撮るだけです。撮影時は1つおすすめの設定があります。こちらの設定アプリを開いていただいて、こちら下の方に行ってカメラの項目を選んでいきます。はい、こちらですね。こちらでいろいろな設定をすることができますが、この下の方にグリッドという項目があります。こちらをオンにしておきましょう。こちらをオンにしておくと動画の撮影がかなりやりやすくなります。この状態でカメラアプリを開いてみると、こういった形で白い補助線が表示されます。これによって画角がまっすぐになっているか確認したり、だいたいこの辺りにこの絵を収めたいなみたいな感じで動画を撮ることができます。こちらは補助線になるので実際に撮った動画には映らないので安心してください。また最後に iPhone の画面キャプチャーの動画を撮ってアプリの紹介などをしたいという方もいらっしゃるかなと思います。
実は僕もしばらくはこの iPhone の画面キャプチャーをして動画投稿をしていました。こちらのやり方としては、設定アプリを開いていただいて、こちらからコントロールセンターの項目をタップ、それとこの下の方に画面収録という項目があるかと思います。こちらが今含まれているコントロールというところにあれば OK なのですが、下のコントロールを追加の部分にある場合は画面収録の項目をプラスマークをタップして上の方に移動していきましょう。移動をすると、こちらのコントロールセンターのところにこんな感じの画面キャプチャーを撮るアイコンが追加されます。追加されましたら、こちらのアイコンを長押しします。するとこんな感じの画面になりますので、ここで音声を入れたい場合はこちらのマイクをオンにします。あとはこちらの収録を開始をタップすることで、今映っている iPhone の画面を録画することができるんですね。はい、例えばこんな感じでホーム画面を移動するような動画を撮って、収録を止めたいときはこの上の赤いマークをタップして収録を停止というところをタップすれば収録を止めることができます。あとは写真アプリを開いて、一番最新のこちらですね、こちらが今撮った動画となります。再生をしてみるとこんな感じで、今動かしていた様子がこんな感じでキャプチャーとして保存されました。iPhone の中身を紹介したいという方はぜひこちらの方法で撮影してみてください。はい、では次に編集についてです。編集はブローというアプリを使って行っています。こちらのアプリですね、このアプリは有料版もありますが、基本無料で幅広い機能を使うことができます。僕は有料版を契約していますが、それも YouTube を始めて数ヶ月してからです。実際無料でも十分使えるアプリなのでおすすめです。では早速編集の様子をお見せしていきたいと思います。まずはこちらアプリを開いていきます。開くとこんな感じでホームの画面が開きますので、この下の新しい動画というところをタップして動画のプロジェクトを作成していきます。タップをすると自分の写真アプリやファイルアプリに入っている動画や写真から好きなものをインポートすることができる画面が開きます。ここで撮影をしておいた動画を選択していきます。今回は例えばこちらですね、こんな感じで選択をして、選択できましたらこの矢印マークをタップして動画をインポートしていきます。するとこんな感じのメニューが開くので、ここで動画のタイトルを入力していきます。今回はちょっとテストとしていきますが、皆さん好きな名前をつけてください。あとは動画の画面サイズを選択します。 YouTube であればこちら16対9の比率になります。次にこのプロジェクト作成をタップすることで、こんな感じで動画が読み込まれて編集することができる画面が開きます。読み込みには少し時間がかかりますので、このゲージが満タンになるまで少し待ちましょう。はい、こんな感じで読み込みが完了すると編集画面が開きます。あとはここからカットの作業と文字や効果音、BGM などを入れる作業をしていきます。まずはカット作業ですね。まずこの一番上のところ、こちらの部分に選択した動画がこんな感じで横方向を時間として表示されます。こちら一番初めのここが0秒になっていて、進めていくとそれに連動して上の方も動いていく形になっています。動画を再生する際はこの左上の三角マーク、こちらをタップするとこんな感じで動画が再生されます。そしてこの動画のところをタップしていくと、はい、こんな感じでこの動画に対する音声波形が表示されます。この音声波形のない場所であったり、言い間違いをしているといった部分を探して動画をカットしていきます。まずはこんな感じで、ここでこの分割という項目ですね、こちらをタップすると、はい、こんな感じで左右に動画を分けることができます。次にこの動画の赤線の位置を若干変えていきます。こんな感じですね。そしてこのここからという項目ですね、こちらをタップすると、はい、上の動画がここから始まるようにカットされます。赤線よりも前の部分がなくなるわけですね。あとはこの作業を繰り返していらない部分をカットしていきます。こんな感じで送ってきて、例えばここで分割ですね、分割をタップしてこの余白の部分をこんな感じで削除するために、ここからというふうにすると、はい、こんな感じでカットすることができます。ここで再生をしてみると、という感じで動画の間の余分な余白がなくなって、スラスラと喋っているように見せかけることができるんですね。一通りのカット作業が終わりましたら、次に文字や写真、エフェクトなどを追加していきます。こちら一旦完了をタップしていきます。こちら下のこのテキストというタブをタップすると、こんな感じで左側のメニューが変わるんですね。ここでこのテキストの部分タップしていくと、こういった形でどんなデザインのテキストがいいか選択する画面が開きます。こちらのデザインは本当に豊富なので、動画に合ったデザインを選ぶことができます。例えばこちら上の方にカテゴリーがありますので、こちら Vlog を選んでいくと、こういった形で Vlog 風のテキストが出てきます。例えば今回はこちらにしてみましょう。はい、するとこんな感じで上の方にテキストが追加されます。こちらはこの赤い線のところを基準に追加がされます。あとはこちらをこんな感じでサイズを変更したり、あとは場所をこういった形で動かしていって、自分の好きなような形で編集をしていきます。こちらをダブルタップするとこんな感じでテキストの内容を変えることができます。はい、例えばこんな感じで宮地ですというふうにしておきます。あとはこのテキストを動画のどこからどこまで入れておくのかを決めていきます。こちら少し動かして、この赤線の位置を変えてから、このここからをタップ。
するとテキストの開始位置がここに変更されます。次にもう一度こんな感じを動かして、今度はここまでをタップします。これでテキストの終了位置を決めることができるんですね。あとは実際に再生をしてみるとこんな感じ。はい、こんな形で挨拶をしている時だけ宮地ですというテロップが出てくれるようになりました。こんな感じでどんどんとテキストを追加していって見やすい動画にしていきます。あとはこのテキストの他にもエフェクトを入れたり写真を入れたりすることもできます。例えばこちら下のグラフィックのタブをタップすると、今度はこの左のところがまた変わってくれます。ここで今度はステッカーをタップするとこんな感じで好きな絵であったりエフェクトを選ぶことができるようになります。今回は例えばこの効果のところですね、こちらから少し光ってるようなエフェクトを選択してみたいと思います。するとこの赤いところを開始位置として、はい、こんな感じのエフェクトが入ってくれています。ピカピカといった感じのエフェクトですね。こちらも同じように開始位置と終了位置を選んでいきます。はい、ここという風にしていきます。あとは少し大きさを大きくしてこの状態で再生をしてみると、はい、こんな感じでエフェクトがかかってくれました。またこちら下の PIP というピクチャーインピクチャーのタブですね、こちらをタップしてこの左から画像をタップすると、写真アプリから好きな写真を動画に挿入することができます。僕はよくこんな感じでイラスト屋の写真を持ってくることが多いんですが、こういった形でイラストを挿入してあげます。こちらも同じ感じで開始位置と終了位置を決めてあげるといった形ですね。あとはこちら再生をすると、はい、こんな感じでイラスト屋の絵が出てきてくれて、ここで消えてくれるといった形ですね。次にこのテキストやエフェクトを入れた時にいい感じの効果音が鳴るようにしてあげたいと思います。こちらのピカピカというところが始まるこの部分にこんな感じでカーソルを合わせてあげます。この状態でこのオーディオをタップして、この効果音というところ、こちらをタップしていきます。するとアプリ側で用意してくれている効果音を選んで挿入することができます。一度タップをするとこんな感じで音を確かめることができるので、いい感じの音を探していきましょう。いい感じの音が見つかりましたら、この右下のチェックマークをタップすることでこんな感じで音声を挿入することができます。この状態でもう一回再生してみますね。はい、するとこんな感じで音声込みで動画が編集されました。あとはこれを繰り返して動画を装飾していきます。いい感じに追加ができましたら、最後に BGM をつけていきます。一番最初まで戻っていって、こちらの BGM のところタップをして、こちらの中から好きな BGM を選んで挿入していきます。はい、こんな感じで挿入をして、この BGM もともと 100% と音量が結構大きくなっているので、こちらをタップして音量を下げていきます。こちらかなり小さくていいと思います。僕はいつも 4% とか 6% とか、ほとんど音が鳴らないぐらいまで下げています。はい、こんな感じですね。これを再生してみると、はい、こんな感じで動画ができていくというわけになります。はい、ではこれで動画が完成だとしましょう。最後にこの右上に抽出するというところがありますので、こちらをタップすると編集した動画を書き出すことができます。いろいろ画質などの設定ができますが、このままとりあえず抽出するをタップして動画を書き出ししていきましょう。はい、するとこんな感じで書き出しが完了します。今はちょっとあえて後ろの方をかなり削って数秒の動画にしたので、かなりの速度で書き出しが終わりましたが、通常この書き出し時間結構かかります。10分ぐらいの動画であれば 2,3 分はかかるといったところですね。この間アプリは閉じないように気をつけてください。ではこの画面になりましたら、こちら戻っていって写真アプリを開いていきます。はい、するとこちら一番最後に先ほど編集した動画がこんな感じで保存されました。はい、こんな感じで編集された動画が出来上がったという形になります。うん、いい感じですね。あとはサムネイルを作って YouTube にアップロードすれば完成になります。はい、では次にサムネの作成についてです。サムネの作成はこちらのパーフェクトイメージというアプリを使って行っています。こちらのアプリは文字のフォントやカラーの種類がかなり豊富で、派手なサムネイルやおしゃれなサムネイルなど用途に合ったサムネを作成することができます。こちらアプリを開きましたら、こちらのオレンジ色のアイコンですね、こちらをタップしていきます。すると写真を選択する画面になりますので、こちら最近の項目をタップして好きな写真を選択していきましょう。例えば今回はちょっとすでに作っていますが、こちらですね、タップをしていきます。追加しましたら YouTube のサムネのサイズは16対9のサイズになりますので、もし写真が16対9でないという場合は、こちら切り取りをタップして16対9の比率に画像を調整しておきましょう。こちら下のところで、はい、この16対9こちらをタップするとこんな感じで16対9サイズにすることができるので、あとはサイズをいい感じに調整して比率を変更した画像にしておきます。今回僕の場合はもともと16対9になっているので、こちらの設定は行いません。サイズの変更をしましたら早速文字を入れていきます。
こちら下のこのテキストのところですね、こちらをタップしていきます。するとこんな感じでテキストが追加されますので、こちらをダブルタップしてテキストを編集していきます。例えば今回は iPhone という風に入れていきたいと思います。はい、こんな感じですね。こちらのチェックマークをタップすれば、はい、こういった形で iPhone の文字が入ってくれます。あとはこちらサイズをこんな感じで調整したり、あとは場所をこんな感じで調整をして好きな感じに変更していきます。次にこちらの下のところからフォントですね、こちらを選んでいきます。こちらから好きなフォントを選択していきましょう。こんな感じでかなりの種類のフォントがありますので、各動画のテーマに合ったいい感じのフォントを選ぶことができるかと思います。僕は結構このひらぎの角ゴシックの8ですね、太いサイズになるので使っています。はい、こんな感じでかなり太い文字になりました。では次にこちら下のこのカラーのとこですね、カラーをタップしていって文字の色を決めていきましょう。こんな感じでかなりの色が用意されていて、派手なサムネイルを作ることができます。はい、こういった形でいろいろな色に変更することができますね。こちらにカテゴリーがあるので、こんな感じで単色を選んだりすることもできます。今回はそうですね、こちらにしてみましょうか。完了をタップ。では次にこの下の設定という項目、こちらを選んでいきます。この設定では文字の縁取りであったりぼかしなどを設定することができます。こちら縁の設定になっていて、まず1つ目がこの黒になっていますね。黒い縁をこんな感じで増やして、2個目が白い縁、はい、こんな感じで縁が増えました。さらにプラスをタップすることで縁を追加することができて、こちらをタップすると色も選択することができるので、はい、こういった感じでかなり縁を取った派手な文字を作ることができます。ちょっと赤だと色が合いませんので、そうですね、こちらからこの茶色っぽいオレンジっぽい色にして、はい、こんな感じの見た目にしていきたいと思います。他にはこの上のタブのところでこんな感じでぼかしの設定ができたりしますね。はい、こういった感じで後ろをぼかした感じにすることができます。はい、こんな感じでボケた感じになりますよね。はい、ではこんな感じでこちら上のチェックマークをタップして文字入れモードを終了していきます。では次にここに写真を追加していきましょう。この下のところで今度はテキストではなくて、この追加写真マークの追加というところがあるので、こちらをタップ、左下のプラスマークをタップすると自分の写真フォルダーから写真を選択して追加することができます。はい、例えばこんな感じで、僕の場合はアプリアイコンというフォルダー作っているので、はい、この Google カレンダーのマークをタップしてこのスタートをタップすることで、はい、こういった感じで写真を追加することができます。あとはこちらもサイズを調整したり、あとはぼかしや縁取りなどもできますので、お好みで設定をして、はい、こんな感じでサムネに挿入をしていきます。あとはこんな感じで文字入れと写真入れなどなどを繰り返していって、自分の好みのサムネイルを作成して仕上げていきます。今回はこんな感じで完成としましょう。完成しましたらこの右上のチェックマークをタップして、最後にこの保存をタップすることで写真アプリにこのサムネイルが保存されます。ではホーム画面に戻ってこの写真アプリ開いてみると、はい、こんな感じで先ほど作成したサムネが追加されましたね。うん、いい感じです。ただこんな感じの優秀なアプリなんですが、一つだけ圧倒的なデメリットがあるんですね。それはサムネの編集状態を保存しておくことができないんです。なので今アプリに戻りますが、こちらの編集画面ですね、一度戻るを押してサムネの編集をやめてしまうと、次は続きから行うことができないので、また一から作り直す必要があります。なので一度作成を始めたら完成まで作業をする必要があります。一応別のアプリでこのフォントというアプリがあって、こちらだと編集状態をプロジェクトとして保存することができます。こちらをタップすると、はい、こんな感じで自分が作っているサムネの一覧をこんな感じでプロジェクト管理することができて、例えばこちらを開くと前の編集状態からまたこうやって文字を動かして編集の続きをすることができます。ただこちらはカラーの種類があまりなかったり、文字の縁取りも一周しかできなかったりするので自由度が落ちてしまいます。僕の用途としてはこちらのフォントのアプリで下書きとして大体のサムネの構想を考えて、ある程度構想が決まったら時間があるときにパーフェクトイメージで本番を作成すると一旦運用にしています。どちらのアプリもメリットデメリットがあるので、試してみてお好みの方を使ってみてください。はい、では最後に動画のアップロードについてです。これは結構簡単で、 YouTube のアプリを使って行います。こちら YouTube アプリを開くとこんな感じの見慣れた画面が開くかと思います。普段なかなかタップしないと思いますが、下にこのプラスマークがありますので、こちらをタップ。次にこちらに動画をアップロードという項目がありますので、こちらをタップしていきます。すると自分の写真アプリの中から好きな動画を選択してアップロードすることができます。こちら先ほど編集をしたこの動画を選んでいきます。はい、この動画で合ってますよね。なので次をタップして動画アップロードをしていきます。進んでいくとこちら動画のタイトルや説明を入力できる画面になります。なのでこちらでまずタイトルを入力、はい、こんな感じですね。でこちらをタップして次に説明を入力していきます。入力しましたら次にこの左上ですね、ここに写真のようなマークがありますので、こちらをタップ。
すると自分の写真フォルダの中から画像を選んでサムネイルに設定することができます。今作成しました。こちらをタップしていって保存をタップ。はい、するとこんな感じでこのサムネイルを設定することができました。では次にここで投稿のタイミングを決めていきます。こちら公開設定のところをタップしていただいて、こちらの公開をタップすることで今すぐに動画を公開することができますが、基本的には日時を指定した予約投稿がおすすめです。こちらのスケジュールを設定をタップしていただいて、こちらをタップして好きなスケジュールを選択していきます。こんな感じで選択しましたら、あとは戻っていってこの下のアップロードをタップすることで動画をアップロードすることができます。結構簡単ですよね。より詳細を設定したい場合は YouTube Studio というアプリを使っていきますが、最初は YouTube アプリだけでも十分投稿することができます。まずはここから始めてみるだけでもかなり楽しいかなと思いますので、ぜひぜひこちらやってみてください。はい、という感じで今回は iPhone だけで YouTube を運営している方法を紹介してみましたが、いかがだったでしょうか。意外と iPhone だけでも気軽にできるので、今年何か始めてみたいという方がいらっしゃいましたら YouTube 挑戦してみてください。また普段の家族や友達とのお出かけなどの動画も編集してみて、みんなに共有してみるのもいいのかなと思います。ちょっと編集するだけでもかなり思い出に残ると思いますので、ぜひ試してみてください。最後になりますが、こちらの動画が良いと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またこちらのチャンネルでは普段 iPhone に関する裏技であったり便利技をたくさん紹介していますので、こちらもぜひチェックをしてみてください。では最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。